当の北海道の島の一番の 最北端ですね。であとはですね、もう南の方は沖縄まで、まあ、この亀岡が文化の中で作られている時に非常によく似たものがもう見つかってきています。であと遮光器土偶の話も出てきましたけども、遮光器土偶が今でも一番遠いところだと兵庫県のですね、まあ、灘区の方の遺跡で、なんですね、ここまでその、まあ、東北あるいはこう青森県域をもこう中心とした文化が本当にこう遠く離れた遠隔地にまでこう、まあ、広がっているっていう、そういう、まあ、様子っていうのは、まあ、その各時代の各地域、縄文時代の、まあ、日本の各地域の国でもですね、ほとんどないんですね。非常にですね、影響力が強くあっただろうというふうに考えています。で、まあ、それで見ていたとき、まあ、青森県の様子に縄文ってどういうものだったのかって、まあ、考えるんですけれども、まあ、なかなか今のところですね、その青森県内に、まあ、どのようにしてこう、まあ、人が入ってきたのかってなかなかよくまだ分かっていないです。皆さんも、まあ、多分テレビとかで、まあ、ご存知だったり、まあ、非常にこう DNA のそういう研究というのが進められていて、で例えば科学博物館の篠田、まあ、さんとかですね、だいぶこういろんな成果を、まあ、出されているわけなんですけど、今その、まあ、こう北回り沿海州から、まあ、カムチャツカとかその北の方を回って北海道へ、でそれでまあこう本州に来たっていう、まあ、ルートと、あとはこう南からその九州、あと沖縄の方を伝っていく、で、あるいはですね、もう日本海を突っ切って、まあ、大体こう朝鮮半島からまあ山形、まあ、福井のあたり、まだこう距離がまだ近いので、そこから来たんじゃないかと、まあ、今とこそういう3つのルートを考えています。ただ、いずれにしても、まあ、今とこ、まあ、縄文時代の人たちっていうのが、まあ、どちらから入ってきたっていうのはまだよく分かる。まあ、おそらくは北回りで来たんだと思うんですよね。結構その文化的にもですね、沿海州とかの、例えばロシアの、ですね、極北のアムール川流、黒竜江とも呼ばれますけども、そこでこう育まれているという、まあ、土器文化とですね、非常にその縄文時代の文化が、まあ、似通っている時代もあったりします。まあ、なので、まあ、おそらくはですね、そういったところから、まあ、北海道の方も非常にこう、まあ、2万年前とか3万年前の旧石器時代の人たちのそういう痕跡って、まあ、よくこう確認をされているところなので、まあ、おそらくはですね、そういう北海道からこう、まあ、青森の方に渡ってきたのかと。で、ただし、まあ、どのように渡ってきたのかっていうのはまだ分からないです。で、今のところ最近の研究だと、北海道と青森は陸続きではどうやらなかったんじゃないかとも言われてるんですよね。以前まではこう、まあ地球にもそういう温暖化がやってくる前、氷河期だった頃は陸続きだったっていうふうなことを言われてたんだけども、最近の研究だと同様そうでもないかもしれないっていうことも言われてます。とするとやっぱりもう縄文人っていうか、まあ、その登場者っていうのは本当にこう、まあ、やっぱり目的を持って船を漕いで、まあ、この、まあ、本州日本のそのまあ大きいその、まあ、島の中に入ってきたんじゃないかと。ちなみにですね、何も漕がないでいると放っておくとですね、台風の方に流されていっちゃいます。北海道とその青森内では津軽海峡ってところがあると思うんですけど、そこのその海峡にはちょっとその島海流からですね、こう、まあ、まあ、だんだん分岐して津軽海流っていうのが、まあ、流れてます。それも結構ですね、まあ、速度も速かったりしますし、で、本当ですね、その海底の方がですね、棚田、まあ、かなりこう、ランのある地形になっているので、その海流によってですね、結構渦とも生じています。だから、まあ、放っておくとですね、目的地とか、まあ、目の前のその島にたどり着けない。なので、やっぱりこう、明快にこう目的を持ってこがないと、たどり着けないっていうふうな状況だと思います。ただですね、大変なんですよね、津軽海峡、海峡で渡るので。今でこそ、まあ、ちゃんとしてこう船ってあるわけですけど、当時丸木船とかだと思うので、 で江戸時代とかでさえ湿気とか、まあ、結構天候もですね結構不安定なので、本当にかなりこう、まあ、慎重に航海をしていたというのも江戸時代の時とか見てきます、はい、そういうものだと思います、まあ、いずれにしてもですね、当時その、まあ、人っていうのはどこから来たのかっていうと、おそらく北回りだろうけども、まあ、分からないけど、まあまあ、だんだんですね、その青森県内の人が入ってくるわけなんですけども、ここの青森県内の中でですね、まあ、非常にこう環境の変動っていうのが非常にこう、まあ、あってですね、それが一つその縄文人が住み着くそういう、まあ、理由にもなっているんです。
まあ、一つはですね、まあ、地球規模の温暖化がやってきたときに、まあ、ブナリーの子が育ってるんですね、まあ、要は紅葉樹林です。木の実がなるんですよ。で、まあ、もちろん西日本とかでも、ちょっとこう、まあ、いわゆるどんぐりの、どんぐりっていろんな椎の実とかありますけども、まあ、なりますけど、東日本の方がですね、非常にこうバリエーションが豊かです。もちろん、まあ、コナラとかそういう、まあ、どんぐりもそうですけども、まあ、栗もそうですし、でやがてこう、まあ、土地の実とか、さまざまな、その、まあ、有用にこう、活用している植物っていうのが非常になっている。で、あともう一つ、まあ、重要なのは、サケマスですね。ちょうどその、まあ、こう、サケが、こう、戻ってくる、そういう、まあ、ちょうどいい、その、まあ、北緯の、まあ、範囲に、あと、この青森ってあるんですね。で、まあ、一番南でも、ですね、関東の、本当にどの国になるんでしょうか。まあ、北関東とかなどで、まあ、徳島でも、入るかもしれませんけど、それも、本当に、豊富に、こう、まあ、サケも、ここもですね、これから杉の近くに新田川という川があるんですけど、そこもやっぱり鮭が秋から冬場にかけて混ぜられています。鮭の孵化場となります。で、まあ、そういう鮭とかの、まあ、資源であるとか、であと何より、まあ、動物相も、まあ、非常に多様なんですよね。イノシシとかシカを中心にしてですね。まあ、そういうこともあってかですね、やっぱりこう、まあ、山川海の、まあ、資源をですね、非常にこう、まあ、利用できるような環境というのが、まあ、数多くある。で、まあ、そういったこともですね、かなりこういち早くですね、こう、まあ、青森の地域に人が住み着いたんじゃないかと思います。で、まあ、そういう意味で、まあ、こう、まあ、よく今あるわけでは、まあ、五大山本に住み着いたですね、津軽半島の方、青森県がですね、どっか地図内にあるんで、下北ってわかります?日本海側の。てっぺんの方に五大山本に住み着いてあって、で、まあ、日本最古の、まあ、土器が今見つかってるんですけど、ですね、その年代がです、ね、約1万5000年前、ね、まあ、縄文時代は今のところですね、約1万5500年ぐらい前にも、まあ、1万5000年にも始まったと思います。地球規模の温暖化がやってくるのが1万5500年ぐらいと思います。なのでもう地球規模の温暖化がやってきて、で、まあ、そういう紅葉樹林とかが、まあ、成立してくる、まあ、そういった頃に、まあ、縄文時代ってやってくるっていうことなんですけども、その一番きっかけになっているのは土器の発明。それが今のところ青森県内で確認ができています。で、それ以来ですね、かなりこう、まあ、断続的ではなくて、非常にこう、ちゃんとこう連続的に、まあ、文化っていうのが育まれていたというのが、結構この青森県内で、まあ、見ることができると。で、そのですね、まあ、最たるものというのが、このこれから遺跡ということになっているんですね。はい。まあ、じゃあですね、まあ、ちょっとまあ、ざくっとした、まあ、その、まあ、実体験の話は、まあ、これくらいにしてるんですけど、何か質問とかあったりしますか？まあ、このこれから遺跡というところなんですけれども、ですね、詳しく言いますと3つの遺跡で構成されている遺跡群の名前です。これから遺跡という1つの遺跡ではないです。で、じゃあ何なのかというとですね、ここに書いてあります、この中井遺跡と言われる遺跡と一王子遺跡、であと堀田遺跡というこの3つの遺跡で構成された、遺跡です。で、その3つの遺跡ともこう主体となる時代がちょっとこうずれるんですね。で、遺物だけ取ってみると、まあ、今から約1万3000年ぐらい、もう縄文時代のこう始まってから、まあ、ちょっと2000年ぐらい経ったあたりのところからもうですね、土器が見つかってます。で、村自体ってなってくると一番古いのはこの一王子石ということになってます。縄文時代前期から中期、これ皆さんご存知だと思ったら青森町三内丸山遺跡、これと同じ時代の遺跡です。で、それがあってですね、その後この堀田遺跡っていうのが出てきます。縄文時代中期って書いてますけど、縄文時代の半ばほど終わり頃になってきます。で、そしてもう一つがこの縄文時代晩期っていう、縄文時代終わりの時代です。この縄文時代晩期って時代が終わると弥生時代に行きます。ファイナル縄文ピリオドって言われているところですね。はい。でですね、特にその、まあ、この中井遺跡、縄文時代この終わり の, この遺跡がですね、特にやっぱりこう国内外に広くこう注目されに至った遺跡ですね。この2つとも研究上非常によく、まあ、知られた遺跡ではあるんですけども、特にやっぱりこうこの遺跡を著名にしたのはこの中井遺跡です。で、何があったのかというと、大量の
木で作られた道具とか漆で塗られた道具っていうのが見つかってきたんですね。でしかもこの遺跡発見が早いです。比較的に、まあ、亀岡遺跡に比べると遅いですけども、亀岡遺跡は江戸時代から知られてますから、あっちは。このコレカ遺跡はですね、日本ではまあ大正時代の終わり、その頃にはですね発掘が行われています。でですね、その当時ですね、まだこう日本国内って発掘調査や研究ってまだこう本当にこう始まって間もないぐらい、まあ、50年ぐらい、まあ、経ったぐらいのところですね。まあ、当時にしてみると漆の製品ってまだまだ見つかってなかった時代です。それがですねこの遺跡で見つかったことによって非常にこう、まあ、この日本列島の戦死時代にはそういう漆の塗られた道具っていうのが使われたっていうのが、まあ、分かった、そういうふうな遺跡だったりもします。でそれで今ですねこう国を代表する、まあ、国として日本の国として保護していかなければいい遺跡っていうのに史跡指定っていう制度があるんですけども、その今この史跡として、まあ、指定もされています。で出土品も963点が国の重要文化財にも指定ということになります。でちょっとこの写真見てほしいです。これこのコレカワ遺跡の遺跡を空中から撮った写真です。でここの田んぼの部分見てほしいんですけど、ここが今このコレカワ縄文館が建っている場所です。でそのすぐ裏にはですねこの広大な範囲でこの一王子遺跡っていうのが広がっています。でこの一王子遺跡っていうのは数字にしてみると、まあ、32万平米ってなります。あ、まあ、後でちょっとまた詳しくします。で中遺跡がすぐその東側に位置して、でその北には堀田遺跡っていうのがあります。全部で合わせると37万6千平米っていう、まあ、面積なんですけど、東京ドームにすると約7個分ぐらいの広がりを持つ遺跡になります。はい、でこの3つを合わせてコレカ遺跡っていうんですけども、そのこのコレカ遺跡の東側にはこの新田川という川が流れているんですね。なのでまあすぐもうこの川で当時も川としてあったと考えられているので、まあ、鮭とかウグイとかそういう川魚なども取っていただいて、そしてまたですねこの、まあ特にこの中遺跡の方では本当ですね、当時のその沢辺、まあ、小さい川のようなものですよね。川がですねその村の、まあ、前後をこう囲むようにこう流れていて、でそこをですね流路を変えながらゴミ捨て待ちしてたりします。でそのですね要はですね水気のあるところをゴミ捨て場にしていたおかげで漆製品とかが、まあ、見つかりに行ったということでもあります。はい、であとですねちょっとここに飾り石ってあるんですけど、この新田が挟んだこの対岸ですね、この遺跡何なのかというとですね、そこの合掌道具、皆さんご存知ですか、合掌道具聞いたことあります。今ここに指定されてるんですけど、縄文時代のですね、今国宝っていうのが全部でですね6件、そのうちに1つになります。それがですね見つかった遺跡がこの飾り石っていうところです。あ、これさぜひ、まあ、触って持ってみてください。これ 3D プリンターでちゃんと国宝実物から 3D データ取って、それでちゃんと起こしてあったので、で重さも合わせてあるんです。ちゃんとですね、ちょっとなんか赤っぽいと思うんですけど、これも理由があってですね、この実物の写真ですね、青いところとかに至るところにですね赤い岩料も持ってるんですよ。なので当時ですねおそらくこう全身が赤い顔料で染まっていたんじゃないかと思う。なのでこう、まあ、ちょっと赤く彩色してあるんですね。ぜひね、ここ触れないのでぜひね、もしかしたらですね、ただしかも実物ですね、あと今ご覧いただくんですけど、こう台座に座ってるんですね、台座から外すと足がバラバラになります。そうです。でその理由も同じなのかは後でご覧いただくんですね。はい、これ胸を見ると女性、そうですね、一応こう、まあ膨らんだ乳房の表現はあると思います。であとですね、股間の部分におそらく女性器であろう表現もされている。ただまあ、ただまあちょっといろいろ物議をかましているのは、大体道具って妊婦さんを表現している場合が多いですよね。だから膨らんだお腹っていうのがあるはずなんですけど、これないんですよ。だから研究者によってはこれ座産している姿、まあ要はですねこう持って、でそれでもう産み落とした後の
姿なんじゃないかとも言っている人もいる。ただ産婦人科の本当の先生に言わせるとこんな格好では産めないんじゃないっていうのもあるわけですよ。なかなかですね。そこからもう合唱とお祈りっていうのは関連づける。ちょっと難しいところです、というのもですね、この道具っていうのが縄文時代後期っていう時代の後半、大体年代で言えば3500年とか3600年の頃、この中遺跡っていう時代、遺跡が始まる約500年ぐらい前の時代なんですけど、その頃に点々と北海道から北関東にかけて作られている。で、ただしその作られてるっていうのはこういう格好だけじゃないんですよ。何かというと僕らよく研究所でポーズ型土偶って呼ばれている類のものがあります。何かというとこの体育座りをして何らかのポーズを取るもの。でこういう、こう手と手をこう合わせるとか組んでるかもしれないこの表現もあったり、あとはこう腕組みしたらこういう風なものもあったりするんです。で、そういう風なところがあるので、実際この格好をその祈っているようにももちろん見えるんです。祈ってるかもしれないですけど断言はできない、ただ、そういうですね、こう何らかをポーズ取る土偶の延長上にあるっていうところまでしか今のところいないですね。ただ面白いのはこの土偶ですね、当時の建物から見つかってるんですよ。というのも土偶って大体ですね、当時の人たちの捨て場、送り場から見つかってきますけど、この土偶は建物の中から見つかってる、そういう、こう出土状況の違いからその土偶ってどういうふうに使われてきたのかとか、そういうこともこう知る手がかりになる、それもこの国宝に指定されているゆえんの一つなんですね。はい、ということで、じゃあちょっと後はですね、中心部の存在の問題は縄文で現役から中期っていうんですけど、それだけではないです。後期とか晩期 の建物を見つかっています。で山のてっぺんまで。でなぜやっぱらのてっぺんかっていうと、その山のてっぺんも発掘調査をしてみたら縄文時代終わりの建物が出てるんです。ただもう山のてっぺんまで当時の人たちの活動領域だった、行動領域だったってことはもう分かってます。でこのですね、ちょうど建物すぐ目の前のこの田んぼのあたりの一角は縄文時代後期の頃の村がどうやらあったであるゾーンになります。でずっと向こうの方が前中期の部分なんですね。はい、こういう感じです。赤い光がですね、こうお客様をこう奥へとこう誘導していきます。ですね。はい、どんどん入ってきてください。これから石器もですね、当時やっぱりこう、いわゆる里山と呼ばれるようなこういうですね、木の実のなるような林が非常に広がっていた、そういう環境があったと考えます。これ石器からですね、当時の花粉が見つかるんですね。でその花粉の分析を行っていくと、当時のその、この村の周囲の環境もある程度分かります。でそれによってですね、大量の栗林と、あとはですね、土地の実の林ですね、そういったものが広がっていたと思います。でこういうですね、その土地の実なんですけども、生では食べれないですよね。非常にこう悪味が強くて、人によってはもうお腹壊してしまうぐらい、毒と言ってもいいぐらいの強さがあります。なのでこの土地の実をですね、利用するには悪抜きをする必要があるわけなんですけども、それをですね、縄文人たちもすでにその悪を抜く知識っていうのは知っていて、大量にこの主食として利用していたというのが分かっているんですね。でこれ今その栃木の鬼川を見て中の子を見送り出しているんですけど、
まあ、ちゃんとこう沢の水のところにですね沈めて、こういう、まあ、水さらしっぽくなって、今ちょっと画像見えてますけども、当時 の沢辺の部分を発掘調査しますと、こういう木組みの施設も見つかったんです。でその木組みの施設のところには土地の実が大量に見つかっていて、恐らく水さらしはやっていたであるということが、まあ、次は木の伐採のシーンがあります。まあ、縄文人たちですね、こう縦穴住居とかそういう、まあ、施設を作るときに一番多くその具材として利用しているのが栗の木なんですよね。今ではやっぱり栗の木って結構その劣化が劣化しづらくて非常に硬くて丈夫な、まあ、材なわけなんですけど、縄文人たちの植物として非常に良かったんですね。でこの小野園もですね、小野の園もこれからそこから使って、次はですね、まあ、イラーマンの中に入ってある狩りのシーンなんですけれども、まあ、これが今ですね、縄文人が回っているんですけど、弓を持っています。でその弓というのがですね、まあ、ちょっと見ていただきたいんですけど、簡単なので、ね、はい、じゃあですね、ちょっと見づらいですけど、白木の弓じゃないです。漆が塗られた弓を使っていたと書かれているんですね。まあ、これ解析ですね、大体こう20丁近く、20本近く弓が見つかっているんですけども、そのほとんどが牛の弓です。白木の弓が1本しか見つかってないんですね。でその牛の弓を見てもですね、牛がすきすり切れたような跡とかがあります。おそらく実用的に使っているんですよ。で、まあ、まあ、日本人が思って、まあ、狙いを定めて、この鳴き声は鹿がですね、威嚇する声なんですよ。まあ、そこまでは、まあ、ちょっとこだわってきたんですけど、あとですね、まあ、こういうですね、これ川辺での、まあ、御魚のシーンです。こういう三つ股のヤスを使っていただくと、これ、まあ、叫びが振ってたと思うんですね。よくその縄文時代の人たちって狩猟採集民って呼ばれてたと思うんですね。こう、まあ、カナダとかの、まあ、北米のですね、先住民の人たち、ファーストネーションズの人たちとかのそういう、まあ、まあ、文化や行動などをですね、こうモデルにも、まあ、させてもらったりして、で、まあ、当時その縄文人たちも接戦、まあ、狩猟採集民であったことを考えているんですけども、ここ近年のその、まあ、環境調査によってですね、どうやらその、まあ、木の実の採集っていうだけではなくて、もう収穫と呼んでよいような、そういうですね、周りのその、まあ、森林、そういう、まあ、樹木に対して関与していた様子がだんだん分かってきています。栗などもまさにそうなんですね。自分たちを生やして、どうやらですね、自分たちがこういつでもこう食料とか部材など材料を取れるような、そういう環境を作り上げていたんじゃないか。でこれ最後ですね、送りのシーンになります。送りっていうとですね、アイヌの人たちが送るような、そういうふうなイメージがもちろんあると思います。でですね、このですね、縄文時代の人、特にこのコレカイスポーツなんですけども、発掘調査をしてるとですね、やはりこう、まあ、捨て場でもポイってこう捨てたとは思えないような、またもこう安置したかのようなですね、状況点が見えてきます。でおそらくですね、こう使い終わったものもちゃんとこう自然に返す、そういうその愛の人たちの送りのような、そういう観念があったんじゃないかと思います。はい、まあね、最後はその、まあ、送りになってくるわけです。たくさん手出てきますけど、この中で何かで何があったりしますか。この映像のですね、立ち読みやったんですよ。自然を慈しみ、豊かな文化を育んだ縄文人の暮らしは、じゃあですね、これで終わりになります。はい、じゃあ早速、じゃあもうこちらの方に、じゃあ、あと約30分ぐらいですね。はい、そしたらですね、まずこちらのですね、お部屋の方ちょっと、まあ、説明をして、あとはこの部屋はまあこう自由に、まあ、ご見学いただこうと思います。
ここは縄文の美という展示室になってまして、右手が漆の美で、左手真ん中がですねこれからの美で、奥の方が風張りの美という展示になってます。でこの漆の美、これからの美というのが中井式の出土品です。で今はその、まあ、中井式の方は963点の重要文化財があって、ここの展示品もそのほとんどが重要文化財としてまあ構成しているところですね。で飾り石の方もですね、国宝1点、合掌道具がまあここになったことで知られるようになったんですけども、まあ、実はまあ研究所すでに知られていて、でもう664点の出土品が国の重要文化財になってたんですね。そのうち1点こう合掌道具がまあ国宝にまあ格上げされるような形になっています。でそちらのブースもですね全部重要文化財になってます。ぜひまあご覧いただきたいと思います。で、まあ、見どころもですね、非常に難しいですね、まあ、全部見どころのようなものなんですけど一つはですねここの飾り立ちというものを見てたんです。これ今のところですね国内でも類例はないです。これから遺跡しか見つかってないです。であとはですね奥の方に樹脂製容器というものが出てきます。ちょっとこう潰れたものですけども、欅の樹脂で作られています。でそのですね黒い帯のですね漆の黒漆の帯の部分の中に赤い漆がポツポツついてるんですけど、よく見るとですね縄文人の指紋とかも出てきます、ね、ぜひ見ていてほしいですね、はい、でもし何かで聞きたいことがあったらですね私ついてますので、はい、ぜひお声がけください。今のは何でしょう、はい、樹脂製容器、あこちらですね、はい、まあ、この辺りもですね本当にもうもう見どころばかりなんですけど、これですね、これ作る、これもペシャって潰れたような状況ですけども、これがですねこう曲げわっぱ状のにこう、紐で閉じ合わせられた商品です。でここ見てください、なんか真四角にバッテンの模様あると思うんですけど、これがですね裁縫の跡です。縄文人が、ちゃんとこの、これ欅の樹皮のですね剥いできたものの端と端の重なったところなんですよ、ここは、こうですね、そうそうそう、これ残ってるっていうのは、はい、漆を塗ったから残ったってこと、ね、そうですね。ただ残念ながらですねもうこの中の紐の繊維はもう残ってないみたいです。分かんないのじゃあ、何で塗ったかは、そうですね、ツルとかじゃない、多分ツルだと思うんですね、多分麻とかも使ったと思うんですよ、ええ、ただこの痕跡だけ取ってみるとおそらく返し縫いをしている、もうちゃんとこう離れないように、そうですね、これも樹脂製容器ですね。こっちがですね口の部分がこの黒色系の漆の帯に、躯体部分が赤漆なんですよ。でこっちは面白いことにですね二板も見つかってて、まあ、こっちも見つかってますけど、二板の、幅がこの黒の帯と一緒なんですよ。要はですね蓋をしてると真っ赤な器で、蓋を取ると黒の帯が見える、そういうふうなちょっと工夫もある。これ何を入れてたの、これがですねなかなかまだ分かんないです。分かんない。でただですねこれ後ほどですね見てもらうんですけど復元制作してます。でそうするとですねあまり重たいものは入れれないだろうって予測が立ってます。衣服とか入れるだろうかもしれないですね。すごい、はい、で黒色系の漆をベースにして赤色の漆で模様を描いている、そういう漆絵の容器です。でも大事なものを入れたよねきっとね、まあ、じゃないかと思うんですよね。あとはまあこういう、まあ、縦串、これ紫色が使われてますね。で腕輪とかもそうです、でこれまだよくわからないですね。これは2個ワンセットで見つかってるんです、お客さんの中で一番多いイメージはですね、カチューシャなんですけど、これでカチューシャはですねなかなかですね止まらない、で2個バッグの腕輪、はい、バッグの、かもしれないですよね、そうですそうです。ただですねちょっと不思議なのは、いずれにしてもですねこう紐で縛ったような痕跡がないんですよ。そうですね、だからこう2個ワンセットなので腕輪とか首輪に使ったんじゃないかとも考える人もいるんですけど、つなぎ合わせた跡がない、それがなかなか困るですよ、ね、これは何でできてるの、このこれはこれですか、木、木です、木です、木なの、はい、材質なんだっけな、これも紫式部だったかもしれないですけどね、でもやっぱりこういうふうに装飾品が作られてるってことは豊かな生活をしてた余裕があったってことですよね、綺麗な装飾ね、食うや食わずだったらこんなの作れない。今の生きている先住民の人たちの暮らしから考えれるのは、
あのそういうこうじあのこういうものづくりをしたことで、うんうん、そのまあ余剰を過ごすっていうことね、冬とか、うん、そうですね。なのでこう過度なそういう食料とかの消費をこういうものづくりをすることによって、うん、あのまあまあ、なんていうかこう、まあ、免れるというかですね、まあ、そういうふうな状況もあったんじゃないですか。無理だよ、そうそうそう、あの一番その村を維持する重要なのは、うん、周囲 の, その食料を獲得できる資源の量と人 の, その、うん、利用する利用あのこのキャパ、うん、これがですね、均衡が崩れた時に村が壊れると思うので、だからそうならないように、うんうん、こういうふうなそういう、まあ、文化をこう、うん、つけられてきたっていう側面もどうやらあったの、ええ、でこれあの、ね、そうですね、これはまあ弓ですね、はい、あの、うん、こっちは多分手に持つ部分だと思うんですよ、うん、ちょうどちょっと下の部分を持ってこう引っ張れますよね、あ、じゃあ動物取るやつこれ、あ、そうそうそう、だからあのすあのこう漆が擦り切れてるような跡と、あと横を見るとですね、一本こう溝が走ってるのが分かりますか、うん、ありますよね。これここ要はね、これあ要はこれ火、うん、あの問いあのまあ気変にあの通るとかって火っていう部分です。要はですね、ここにこう一本あの溝を加えることで、うんうん、弦を引っ張った時に、うん、ちゃんとあの矢がまっすぐ飛ぶように力がこう伝わるような仕掛けです。すごいね。なのであのやっぱりこれ実用的に使ったんだろうとか。なのでここでまあ話したいのは、その漆っていうものはその赤と黒の艶、うんうん、見栄え、うん、あのそういうふうな役割とともに、うん、あの物の耐久度、塗ったものの耐久度を高める、そういうやっぱりこう実用的な部分、これやっぱりこう非常にこう、まあ、あの有効利用してたんだろうとは考えた。でそしてまたあのこの弓に使われて材料の一つです。これはあの錦木っていう錦木族、うんうん、で錦木っていう仲間には真弓って、うん、あのまあ、樹木があるんですよ。でその真弓は現在の弓道で使われる弓の素材。あ、すごい。しなるとかする、うん、そうです。すごいしなるんですか。昔からそういうのに向いてる木をちゃんと選んでたってことですね。そう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 。だからあのちゃんとその自分たち作りたいものに従って、うん、その材を使い分ける。そこのあの、うん、あの一見時に見えるその器あるじゃないですか、手前の。うん、これあの 木です。あ、本当だ。これ土地の木が使われるんです。すごい。で土地の木は非常に硬くて緻密なんです。うん、これがあの美っていう、これは漆塗り以外の製品のものですね。はい、ぜひ見ていってください。ああいう弓はあるけども、はい、人同士が戦ったとかっていうことはなさそうなの、うん、どうやらなさそうですね。やっぱりあの、うん、そうですね。で、あの、何年前だっけ、サイエンスにもなんか書かれましたね、その、うん、あの、まあそう、縄文時代こう戦争がなかったんじゃないか。あ、やっぱりですね、あのこう、まあ、ある程度ですね、自称人骨、あ、自称、あの自称人骨ってある見つかってるんですよね、うん、なんですけど、あの、あまり少ない弥生時代と比べると、ね、弥生時代ともあの、弥生時代は人同士やったの、やってますね。あのなのでこう、うん、後ろから青銅の刀剣で あの、まあ、殴打されて脳挫傷を起こして亡くなっている人骨とか、首のない人骨とかいろいろありますよね。ああの鉄の木とかはもう刺さったままとかですね。縄文時代は本当に平和に暮らしてたの、うんうん、まあ、おそらくいさかい程度はあったと思うんですよね、うん、いやそれは、うん、だと思います。でもね、でも、うん、大きなあれはなかった、うん、と考えてます。でやっぱりですね、あの水田の、うんうん、あのこう導入、うん、これがやっぱり一番大きいと思います。あのやっぱりあの水田の経営って一人ではできないじゃないですか。でそうするとやっぱりこうあの土地の改変、あとあの流路をあの据えてとか、いろんな土地の改変もあります。要はですね、指導者がいて、あと動く人がいる、そういうやっぱりこう組織的な動きが必要になってきます。そうするとやがてですね、身分の差っていうのも明快になってくるわけです。でそれとともに、うん、あのやっぱりこう資源 の, その,、まあ、うん、あの豊作不作が出てくるので、うん、あのやっぱりこう資源の豊かな村、うん、そうでない村が分かれてくる、うん、そうすると、うん、争いも取り合いになっちゃう。でそうすると、うん、やがて人はですね、佐賀県の吉野ヶ里遺跡のように防御性を意識した柵で囲った村を作る。ああ、そうか、うん、そうなんだね。そうです。やっぱり物をあんまり、そうです、
ですね。豊かになりすぎるっていうのは大変なことだね。まあ、果たしてその水田が導入されたかといって、豊かになったかというと分からないです。分からない、人口も増えたのかもしれないしね。はい、でここは風張りの美ですね。これはこれ海石 の中海石よりも500年足600年古い中海石です。はい、でですね、ここ その東北地方の縄文時代後期と言われる時代、特にこの後半は非常に特徴的なのは土器にたくさんコブをつけるんですよね。これとかもすごいさ、ボッコボコですよね。でそこの後ろのですね、すすき口のある土器、これもボコボコします。これは模様ってこと？そうですね。でこれが不思議なことですね、北海道東北にかけて同じようにコブをつけます。確か面白いのはですね、北海道もちょっとコブの作り方は違います。東北だと土器のその表面に粘土の粒をこう貼り付ける、ですけど北海道は違ってて、土器の内側からなんかこう棒みたいなのでついて膨らます。つきこぶって僕ら言ってますけど、ね、違うんだ。そう、外から見たら似てるけど、そうそうそう、作り方が違う。なので北海道のそういうこぶのついた時は内側を見ると穴です。穴っていうかくぼんでるんです、汚れがたまるでしょ。そうですね、細かいですね。そうですね、で、で、これも見ててほしいんですよ。これすごいっす。すんごいこう手込んでるんですよ。まあ、こっちはもう水玉みたいなのがあって、しかもなんかこう、まあ、ミルクロームみたいな、だから本当にデザインがさ、ね、今でも通じるようなね、つまんでるような、そうそうそう、すごいっすよね。かっこいいよね。でこっちはよく見てください、市松模様なんですよ。本当にこれは才能がある人が、才能がある人がいるんだよね。だから、まあ、やっぱこういうものづくりの技術とか、そういうデザイン性と、いわゆる完成が、先ほどその、これかわいすきのそういうものづくりにも受け継がれていってると思うんです。で面白いのがですね、この飾り遺跡で村ができる頃、これかの方で村がないんです。でこの飾り遺跡が、村が解体してなくなる頃に中遺跡が出てくるんです。要はですね、このこれかの地区に、そうです、そうなんです、そうなんです、この辺りの人が年時代を追うごとに、こう移っていくらしい、暮らし良い林、暮らし良い水、そうですね、あったなと思うんですね。自然が変化した、そうそうそう、災害があったりとか、今のところですね、もうその縄文時代 の後半は火山噴火とかは今のところはもう確認できてるんです、だからまあおそらく災害は多分なかっただろうと考えるんですけど、多分一番はですね、その飾り石って村が大きくなってってるんで、環状集落っていう、いわゆるドーナツ状の村ができます。でもう何百トンですかって言って住居が結構人がいたと思うんですよ。だからやっぱりこう資源量とのこのキャパが崩れたと思うんですよ。だと思います。でちなみに災害っていうと十和田湖山ってあるんですけど、これもですね、縄文時代これ今3回ぐらい大きい噴火を起こしてます。でそのうちの3回目に、約5900年前、ですね、三年前の石とか一応実績の村ができる直前に、なんていうか、もう列島規模の巨大噴火を起こしてですね、で今、火山灰がうっすらとですけど琵琶湖まで見えてるんです。それぐらい降られてる、だから、この八戸って結構面白くて、その、ですね、縄文海石っていう海の侵入現象って、縄文時代始まるから始まるんですよね。地球規模の温暖化があって、でその温暖化でグリーンランドとか氷床の氷が溶けて、その分水かさが増して陸に海が侵入していくっていう現象と今は理解されている。実際までよく分かんないですけど、そうだろう。でその侵入現象によって、かなりこの発明の中で内湾、内海ができてるっていうのも防林調査が多い。ですごいです、マガキとかカキってあるじゃないですか、初めとかだともう千葉とかで取れたカキしかないんです。ここで取れないんですけど、大体ですね、今こうスーパーとか見ても15センチぐらいの殻じゃないですか、30センチとか40センチ、すごいあったかかったし、もう浜ぐらいこんなんですよ。それによってですね、今何回も言ったかというと、その内湾にそういう大きい牡蠣とかできるぐらいの干潟ができてた、
でそれに関わってるのが実はですね火山灰です。1万5000年に1回巨大噴火を起こしてて、それですね谷地形がですね全部埋め立てられてるんです。火砕流とかで、でその上に水が乗っかったおかげで浅瀬ができてた、まあ、そういう、まあ環境変動の中でもこ う, うまく人ってこう察知して住み着いてるんです、ね。ではあと10分、はい、これからの地区 の, まあ時とかって非常に綺麗じゃないですか、作りが、うん、でですね青森県内でもやっぱりですねこう太平洋側八王子とかこの周辺ってやっぱり綺麗なんです、うん、というのもどうやらですねそういうまあ環境変動の中で人が一番早く住み着いて群がってきてるのはこの太平洋側のようなんですね。人のこう痕跡が残ったのは大ダイヤモンドっていう1万5000年前の遺跡がありますけど、縦穴住居がその後ちゃんと見つかってくるのは津軽の方、青森とか弘前とか津軽市、あっちの縄文全員のですね早期とかで1頭しかないんです。けどこっちも2、300頭とか見つかってるんです。だからまあ何が言いたいかというと早くこう村ができてたくさん人が集まって住んだ分だけ文化がですね先にもう育まれてる、だからこういうものづくりもうまいんじゃないかと思うんですよね、はい。まあ、というわけで、まあ、この辺り、ここのですね見どころちょっとまあ10分なんで、ですね、あこれも面白いんですよ、これですね、これ弓です。弓で真ん中3本はこれ木で作られたヤスなんです。で彫り棒だと思われる棒でですね、この真ん中3つ見てほしいんですけど、ここの先端がスリット入ってるんです、切り込みの先端で。この横を見ると深い掘り溝があるんです。で黒くなってるじゃないですか、これ接着剤なんですよ。あ、三河とかそういうそ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 う、まあ、でどうやらですねこれアスファルト、天然のアスファルトなんですけど、要はですね何かというとこの先端には石族とかが装填されて、で両脇の深い掘り溝には別段安先が装填されている、で結果先ほど映像で見てもらったこういう三つ股のやつができたフォークみたいな、そうだ、うん、でただこの絵もですねちょっと間違いなんです、 今にして なぜかこの安先、うん、一木造りなんです、返しまで、うん、そう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 、でこの返しが実は別パーツだったんです、うん、これなんですよ、うん、ああ骨格器だ、別なの、なんという芸の細かさ、そうなんですよ、うん、でしかもこの安先も見つかってます、今展示しませんけどね、うん、うん、すごいな、材質はこれがですね、これがですね、イボタノキと、紫シミの確か大きいやつ使われてるはずですね、はい、じゃあ強い、ね、そうそうそう、で先端が先端も同じです、うん、先端も同じ材質使われてます、うん、すごい、そうなんですよ、あ でこの5本が何かというと、あれですね、あ先頭で見つかった、あそこ、こんな感じで見つかってる、すごい、そうなんですよ、あだからあの海の魚も取ったし、うん、そう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 、や野生のものも取ったし、そうそうそう、掘りもしたし、そうそうそう、すごい、そうです、そうです、キャンピングドームだ、うん、はい、これも面白いですね、これがですね、あの漆生産に使われた道具、ああそっかそっか、そうそうそう、作ってたのここでね、そうそうそう、でですね、あの漆ってですね、なかなか花粉がですね見つかってこないんです、うん、なぜかというと中媒化なんです、漆って虫が花粉を運ぶんです、だから虫の飛ぶ範囲ってまあ、知れてるのであんまり飛ばないです、風媒、要は風で飛ぶものよりは広がらないので、本当にピンポイントないと見つかってこない、うん、けれどこれからですね本当微量ですけど花粉も見つかってます、でしかも漆の木も破片ですけど見つかってます、でですね、で今の漆生産とほとんど似ています、ていうかもう縄文時代にその基盤があったと思ってもらっていいと思います。大体こういう感じでまあこう石器で傷つけてはですね、これ岩手の縄文時って国産漆のまあ一番シェアのあるところからもらってきたんですけど、東京の東村山のですね下焼部って遺跡ご存知ある方いるかもしれません。そこではですね縄文時代のあれは後期だな、縄文後期の石器で傷をつけた漆の木って見つかった。今の中期ちゃんと取ってるのが分かってます。で、ただし
樹液を、まあ、かき取ったばかりの漆、あの漆ってあのゴミが多いのですぐ塗りには使えないわけですよね。だから、まあ、こう精製漆こしを作業とか必要なわけです。でこちら見てほしいですね。これ、 あのこれはまさにその粗み漆っていう、 あのこう木から木に傷をつけて取ったばかりのこうゴミとかも入ってるわけですよ、中身と。そういう、まあ、ボソボソした漆がこの土器の中に溜め込まれてる。あ、僕らが入れたわけじゃないんですよ。こうやって見つかってきてます。すごい、入ってもオリジナル、うん、で、あとこれ見てください。これよく見てください。このこれ漆こしに使われた布です。布にそのこの粗み漆を入れて絞って、その絞ったまま漆で固まって捨てられた。すごい。だからひねってあるじゃないですか。ひねってある、すごい。その布って何、木から作ったの？朝とかの服着てるわけだから。そうですね、そうそうそう、朝か、で今のところですね、あのよく縄文人たち使った、まあ、カラムシとか、うん、あと朝、うんうん、で、うん、ここのですね、これから好きからもあの朝の花粉結構見つかってきた。だから朝畑があったと最近家になってきたですね。はい、でそれで、まあ、この精製していくわけなんですけど、その精製した漆に顔料を混ぜ込んでいくわけですね。でこの顔料もこうやって見つかってるんですよ。これあのボラやったんじゃないです。こうやって見つかってきてる。洗いはしましたけどね、洗いはしましたけども、こうやって入ってきて、でこの顔料も、青森県内にですね、産地があるんです。今の北海道新幹線が開通した、津軽半島の本当のてっぺん、今別町っていうところ、あそこに赤い根っこの沢って書いて赤根沢っていう地域があります。わかります？聞いたことある。はい、あのそこはですね、その赤い鉄鉱石の産地なんです。で今はもう見れなくなったんですけど、昔そこあったんですよ。あの岩の赤いその岩の、あのこう、まあ、あの岩肌がこう見えてるような地域だったので、岩の表面がもう風化しちゃって風で飛んで地面がもう真っ赤になってた。あれで売り出せばいいのって思ったんですよ。すごいね、でもね、でそこ あの周辺の縄文遺跡を掘ると、まあそこからあの取ったであろう赤い石がゴロゴロ出てくる。でこれがどうやらの、まあ、各地に供給されているみたいなんですね。であともう一つですね、あの縄文人が使った顔料2種類あります。一つがその今言った鉄鉱石、これが鉄分主体です。ベンガラって言われます。もう一つ何かというと朱、赤い顔料です。赤い顔料2種類あります。そうです。で朱は、まあ、水銀、硫化水銀、硫黄の含んだ水銀が主成分になってます。新車、で、そうです、その通りです。新車で、新車も実はあの青森県内でも怒り稼ぎっていうですね、十和田区にちょっと北の方に一応、まあ、産地がある、まあ、鉱山があるっていうことが分かってますけど、あの最近こう研究の進展もあってですね、産地が推定できるようになってます。その硫黄の部分の分析で、あの分かるようになってます。でそれによるとですね、怒り稼ぎを飛び越えて北海道、日高とか北見っていうあの北海道のほうと真ん中から北の方の鉱山、そこであの捉えたものだろうっていうのが分かるんですね。だからさ、あの、あ、そうそうそう、だからですね、最近あの、まあ、よくですね、お客さんこうリップサービスという、今あの北海道の苫小牧と八戸、フェリーが通ってるんですよね。まさにもう縄文人のフェリーあったんじゃないかと。縄文ラグビーと縄文縄文あったかもしれないっていうことを冗談まじりですね。うん、これもうまいですよね。であとこれが復元製作品ってことですね。はい、でこれがあの樹脂容器ですね。綺麗な色、あ、さっきのね。そう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 、すごい。そうだから、でこれぐらいの大きさになるんですよ、実物からあの直径、あの径を割り出すとですね。そうすると結構軽いんです。だから重たいものは入れれないんですよ。だからこう衣服とか何らかあの祭りの道具みたいなものを入れてたんじゃないかとも思ってますね。はい、情報中に今でも欲しい。ちょっと5時はみ出ますけど大丈夫ですか？はい、いいですか？はい、私たちは大丈夫です。すいません、大丈夫、知らない5時で終わるので、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ最後、じゃあお願いしますね。最後は合唱曲をご覧いただいて終わります。前来た時はフランスに行ったから。ああ、そうですよね。はい、だからもまた来てきようと思ったんですね。今回実物です。実物です。はい、そう、去年半年。
ことしなかった。今年もちょっとまたですね、あの今年の後半いなくなりますけど、長野に行きます。はい。あとそこですね、長野の県立美術館さんで、まあ、きれいですけど、国宝の道具が多分全部集まってます。長野で秋、国宝の道具って。ここにある。行かなきゃ。城でやるの。いえ、あの長野県の県立歴史館って博物館です。そこに集結する予定です。全部集結する。ここの道具ですね。まだ日程はなくなってない。まだリリースされてるんですかね。あのまあ、あのネットで調べればわかるかもしれない、ね。そうですね。ここ道具展。そうですね。はい。でこちらが小学ですけれども、高さがですね、まあ、大きさは大体約20センチ、19センチありますね。で、頭から足までですね、すべてのパーツが、まあ、最後に残った。人が集まるだろうな。でですね、まあ、それですね、人体もすごい疲れてますよね。であと、腕とか足見てもらうと、なんかこう、なめ模様のついてるところと、ついてないところが交互にきます。そういうその、まあ、コントラストを装置の効果としていますで、で、まあ、そういう、まあ、こう技術的な高さも、まあ、分かるんですが、まあ、ここですね、左足とかこの割れ目見てください。なんか、なんか染み見えませんか、ちょっとこう黒っぽい、茶色っぽい染み、これが縄文時代に一度その合色壊れて、で縄文人が接着剤を使って直した。縄文風金継ぎみたいな。そうですね。そうです。大事にこれは取っておいた。そうそうそう。やっぱり可能性はあるので、やっぱり使ってるということですよね。これに使われたのが先ほども話しとして言った天然のアスファルトなんですけど、今のところ天然のアスファルトとかが獲得できる産油地っていうのは、油が生まれるところ、産油地は80年ぐらいほどかけるんですね。なので、やっぱりこれも他の地域から調達してきているとは考えられない。で今のところその産油地として、まあ、よく知られているのは日本海側、秋田とかですね、宮田ですよね。で、やっぱりそっちのですね、あの地域の方だと、やっぱりそういうどうやらこうアスファルトを獲得してきたかのような塊が見つかっていたりとか、それをこう煮詰めたような痕跡があったりとか、そういうのが出てきます。で、どうやらやっぱりこう河津帯にこう物流として流れてきている、そういうようなことが。でこの合唱の部分からですね、そういう技術の高さであるとか、その地域との関わりとか、いろんな情報がこの部分からも分かるわけですね。なので、まあ、こう学術的な価値が高いということで、まあ、ここに指定されているわけですね。で、それで、まあ、やっぱりその接着剤を使った跡が、まあ、今これからも見て分かるように、あえて修復してない。だから、台座から外すと足がバーバーになる。怖い。バラバラになったっていうのは、バラバラになったっていうのは事故なのか人為的にやったのか。そしたらそこがですね、わからない。やっぱり。弱なるほどね。もしかしたら、技術的な意味があったら壊すかもしれないね。難しいんだ、あれ。やっぱりわかんない。あれだって検証できないですよ、研究所。わざと壊したって、まあまあ小林先生言うんですけど、あれ、潜って行為なんですよ。潜って壊す。で、潜ってこういうのは痕跡残らないですよ。例えばなんかこう石とか道具持ってこう叩いて割って壊すんだったら打点が残るので、分かる。けどですね、大体わざと壊した人の人はそういうふうな感じなんですよね。まあ、そういう壊したのももちろんあると思いますし、スペシャルな道具ってあると、あったと思うんですよ。で、そのスペシャルな道具ほど酷になってますね。で、何かというと、ほぼこう頭から足まで全パーツが見つかってくる。しかも捨て場とか送り場ではない。知能 の道具2つあるじゃないですか、あれも土工房の中からなんですよね。そうだね、とかだったりとか、何らかこう施設の中から見つかってくるんですよ。トガリもそうでしたっけ。トガリも、知能のヴィーナスとか、七畑も土工から、で、あと仮面のヴィーナスも土工なのか。西の前斜めの線というのは入れ墨の可能性はあったりもします。あったりもする、ただここはですね、こう考古学の研究者の都合のいいところなんですよ。要はこの道具を
あの何として見てるかなんです。で、あの、まあ、都合、なんで都合のいいことを言っているっていうのかというと、あの道具ってですね、確かにこう人の形をしているんですけど、多分人じゃないんですよ。というのも手の本数が5本指ってものがほとんどない、3本指だったり6本指だったりするんですよ。だからあの人の形であれが人ではない何らかの精霊だって言うんですけど、この頭体に描かれている文様から当時の人の入れ墨を想定するんですよね。矛盾ですよね本当は、ただまあ、やっぱこういうところからしかなかなかこう推測ができないから、あのやっぱりこう工学って本当にあのとにかくこうその情報を知るためにいろんな、あの手段を選ばないっていうのがまあ一つもあるわけですけども、難しいところですね。だからこの頭の形とかもその髪型を示してんじゃないかとかも言われるんです。で関東の安行の安行文化のミミズク道具、あれとかもしかすると本当にあの人を模してるかもしれないですね。あの頭にこう櫛が刺さってて、で耳飾りをしてるっていうような、それはもしかしたら本当にそうかもしれないし、けど、やっぱりですね、人じゃないかもしれないし、ここは難しいと。そうなんです、そうなんですよね、はい、ということになります。いいですね。いや、あと今ですね、その北海道北東北で今こう世界遺産の登録を目指してるんですね。このこれが好きも入ってるんですよ、なのでぜひですね応援してもらえたらいいですね、色というのもあるの、こういうの、あ、こういうの、そうですね、古文化、こういう製の分と2年、古文化、そうです、ができまして、もうですね、いっぱいあります。八王子市内も今遺跡の八王子市内遺跡の数が全部で489箇所なんです。で、この489箇所の8割には縄文時代の土葬があります。今の一つの遺跡でも縄文時代からこう古墳時代とか、あのいろんな時代がやっぱりまたがるんですよね。縄文遺跡が